ジェイソン・スコットリーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの俳優、声優。身長176センチメートル。1966年ロサンゼルス生まれ。中国とハワイの血筋を引く中国系3世。父親はバスの運転手だった。2歳の時に一家はハワイのオアフ島へ移住。ちなみに通っていた高校の同級生には、 日系人ダンサーのキャリー・イアン・イナバがいた。大学で演劇を専攻して、卒業後の1987年に、チー・イチ・マリン主演のコメディ映画、ボーン・イン・イースト LA のエキストラで映画デビュー。2年後の1989年には、マイケル・ジェイ・フォックス主演の大ヒット映画の続編、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パート2に出てくる、チンピラ役で出演。しばらくは小さな役で、 テレビ、映画に出演していたが、1992年に出演した心の地図の演技が高い評価を得て、1993年に制作されたドラゴン、ブルース・リー物語では主役に抜擢。往年のカンフースター、ブルース・リーを演じて、翌年の MTV ムービーアワードにもノミネートされた。受賞は逃したが、知名度は上がり1994年に、 ディズニーで制作されたジャングルブックでも主役のモーグリを堂々と演じている。同年、日系人監督のカヨマタノハッタがハワイにおける日本移民をテーマに扱った工藤祐希、三船敏郎出演の人間ドラマピクチャーブライドにもノークレジットで出演している。グローバルな顔立ちから中国人のみならずインド系やポリネシアン系。 イヌイット系など様々な人種のキャラクターを演じることが多い。現在彼はウールアシアターという劇場を所有している。ドラゴン、ブルースリー物語に出演して以来、ブルースリー本人も行っていた、雪剣道のトレーニングを現在も行っている。また、生活拠点をハワイに置き、自然保護活動を精力的に行っている。ありがとうございます。